こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2020年の9月4日金曜日、時刻は23時35分です。現在の枝コインの値段は、とうとう11円を切ってまいりまして、10.558 円ということになっています。6.9% 値下がりということですね。はい。これ15分足チャートなんですけど、ちょっとここ見ていただくと、これ、一番安値、ここの安値つけてますけど、これ10円切ってるんですよね。はい、まさかまさかの10円切りということなんですけど、まさかね、ここまでは来ないかな、ここまでは来ないよな、ここまでは来ないよなって言ってたけど、結局来たということですよね。はい、ここですよ、ここ。これ 2.5 円の時ですからね。すごいですね。10円まで落ちてきてくれたけど、買うお金がないけど、どうしようかなっていうところですけど、はい、もうちょっと、まあね、時間かけてくれると、いずれ買える時が来るかなというふうに思ってるんですけど、どうでしょうか。で、ツイッターの方見に行きたいと思います。はい、今日はいくつかあるんですけど、これがちょっといい記事だなと思いまして、チャルさんがね、税金を私が、なんだろう、手伝ったっていうとおかしいけど、私がね、尽力した、お金で入れられるといいなって言ってると思うんですけど、エイダでね、タックスが。払えればいいなということで、何を言ってるかというと、スイスの、税金がね、ビットコインとかイーサリアムとかで来年からね、できるようになるということです。はい、これコインデスクですけど、スイスのツーク州の当局は来年の初めから暗号通貨での税金の受け入れを開始する予定ですと。来年2月からツークに拠点を置く市民や企業はビットコインまたはイーサリアムのいずれかで、なんとかの税金を払うことができるでしょうと。暗号通貨での一部の支払いは、受け付けられませんと。まあ、一部の支払いはダメということですね。ただ、イニシア支部のために当局は、通貨にある暗号ブローカーとスイスビットコインのカスタディアンと提携しており、暗号通貨の支払いをスイスフランに変換して税務署に引き渡しますと。まあ、税務署自体はね、フランでないと受け付けてくれないみたいですけど、まあ、それでもすごいと思いますね。はい、ツークは州に拠点を置く暗号通貨企業の穏やかな業界でクリプトバレーの本拠地ですと。はい、木曜日の声明の中で、ツークファイナンスディレクターのハインターなんとかさんは、この動きは日常生活による暗号通貨の使用を正常化するのに役立つだろうと。税制のパイロットは2021年の2月打ち上げに先立ち、今後数週間のうちに試験的に、採用されるということで、すごいですよね。法定通貨、税務署は、フランでないとダメとは言うものの、払う側は、ビットコインやイーサリアムでいいということで、それに対してね、チャールさんは、エイダももうすぐに、使われないかなということですね。はい、で、ツークはね、この間の、何でしたっけ、ダボス会議でやってますからね、意外とあるかもしれないですね。はい、で、そこに、カザニアさんも、エイダもね、もうすぐなんないかなということで、言ってます。はい、で、次にユータさんですけど、ここでね、テストネットの経験がなければメインネットのあと数エポックで1000を超えるプールが生まれることはありませんでしたと。ニコロスさん、不眠不休のソフトウェア開発ありがとうございましたということで、このニコロスさんがね、 I am no longer working for IOHK ということで、もうね、IOHK では働かないんだということですよね。はい、で、ユータさんが言うように、インセンティバイズテストネットに、ね、相当尽力された方のようです。私はね、ちょっとずっと追ってたわけではないので分かんないですけど、はい、非常にありがたいですね。本当におかげで今のそのシェリーのね、メインネットで請金ができるということになると思います。ありがとうございました。で、その下ですけど、ここですね、チャールさんが、動画を出してます。で、ここで、何を言ってたかな、経済のことと、あとやっぱりね、これからそれを見越して、まあ、いろいろやっていくっていうようなことも言ってたんですけど、やっぱりその今の経済状況に鑑みてね、コロナとかで、やっぱり我々が何て言うんだろう、その勇気づけられるような、すごいちょっと曖昧な言い方してますけど、はい、ちょっとご覧になっていただけるといいかなというふうに思いますね。はい、で、次にですね、この猫田さんという方なんですけど、これ初めてご紹介すると思います。この方が、おいみんな、拡張メタデータインで、オペレーターさんの性格までも分かっちゃうぞと
ということで、拡張メタデータテストネットから経験を積んできた証ということで、ここにね、動画を撮られてますので、これちょっと、リンク先をね、つけとくので、興味のある方はぜひ見てください。性格といいますか、ステークプールのね、見分け方というか、一つのヒントをね、ここでよく、詳しく説明していただいているので、非常に勉強になると思います。で、この方が、あと他に、ステークプールのね、始め方というか、始める時のアドバイスみたいなやつを動画を結構撮っていて、私はね、ちょっと知識がないので、これだけじゃとてもいけないですけど、一回そういうのをやってる方は、ヒントにね、されるといいかと思います。で、さらに、ですね、この方ではないんですけど、ステークプールの作り方のマニュアルがね、日本語で出てるということなので、ちょっと見ていきたいと思います。ここ、ゆうたさんですけど、ステーキングプール日本語マニュアル非公式ができたようですということですね。英語の公式版もあるんですけど、日本語でね、非公式版が出たということで、渡辺水香さんの方で日本語版が完成しましたということで、翻訳されたのは BTBF さんですね。はい、ちょっと見てみます。はい、I finally did it. Japanese manual for cult のステーキプールセットアップ、ということで、ちょっと見てみます。ジャパニーズマニュアルフォーカルのステークプールセットアップ、ここに行けばいいのかな。はい、体のステークプール構築手順と、このマニュアルでは1つのブロックプロデューサーノードと1つのリレーノードで構成し、ソースコードから体のステークプールをセットアップする手順となっておりますと、こういう注意書きですけど、もうついていけないです、私の場合はね。そのステークプールを作るんだけど、その中でまたやり方がね、いろいろあるみたいで、こういうやり方でやりますよという正し書きみたいな感じでしょうね。はい、で全部、日本語版ということなので、これの英語版もあるんでしょうけども、はい、こういうふうになってます。はい、なのでちょっと私もね、公式の方の英語はパーッと目を通したことがあるんですけど、なんていうのかな、やったことない人ができるはずもなく、何言ってるか分かんないので、いずれにしてもね、非公式とはいえ、日本語版で見れるのはありがたいし、日本のステークプールをね、始めたい人には非常にありがたいですよね。はい、これもご覧な、私の動画をご覧になっている方もね、やろうかななんて思っている方いらっしゃるんじゃないですかね。はい、で、こういうのを、この青字が、あれかな、公式のマニュアルと違うとこかなっていう感じがしますけどね。はい、こんな感じで、難しいですよね。分かってる人には分かるんでしょうけど、分かんない人にはもうこの辺をバーッとインプットするんだろうなっていうのは分かるけど、それが何を意味するかっていうのはね、やっぱり勉強していかないといけないのかなっていう気がします。はい、では最後にカルダニアンさんですけど、コンパリゾンオブザナンバーオブステーカーズと、ステークルコインズアンドバリューインドルということで、ステーカーということなので、プルーフオブステークのね、暗号通貨を3つ並べまして、で、どれくらいのね、進捗かということだと思うんですけど、金額、時価総額でいくと、もうだいぶ並んできたよと。で、ここで、ここか。グレートナンバーズカルダナアフターフューウィークスということで、まだね、5ぐらいですかね、エポックということで、メインネットが始まってからそんな経ってないのに、もうこのね、先行しているプルーフオブステークの、コインと、もう肩を並べるところまで来たぞということだと思いますね、言いたいことは。はい、なので、もうこの勢いがね、こう違うので、はい、もうガンガン行くぞという感じで、ちょっと頼もしい記事でした。では値段に戻ります。はい、またちょっとね、ガクンと落ちますね。10.33。はい、これガーンと落ちます。はい、14,012.9×10.33 ですね。元本が10万円ですので、44,753円のプラスということで、44.7% のプラスです。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。